水仙族は、ヒガンバナカの族の一つ。この族には、日本水仙やラッパ水仙など、色や型の異なる種や品種が多くあるが、この族に含まれる植物を総称して、水仙と呼んでいる。競技には、学名なるキッソス・タゼッタや、その編集である日本水仙を水仙ということも多い。しかし、本記事では特に明記しない限り、水仙を、 水仙族の総称の意味で用いる。日本語の漢字表記は、水仙。和名水仙という名は、中国での呼び名、水仙を音読みしたもの。中国で名付けられた漢名の、水仙は、仙人は、天にあるを、天仙、地にあるを地仙、水にあるを、水仙という中国の古典に由来する。水辺に育ち、仙人のように寿命が長く、清らかなという意味から名付けられたとされる。 別名に、折衷下、雅客。方言では、七路、金で花、金で、シーセン、春玉などの呼び名がある。俗名であるナルキッソスという学名は、ギリシャ神話に登場する美少年ナルキッソスに由来する。ギリシャ神話によれば、妊婦のエコーを愛する美少年ナルキッソスに振り向いて、もらうことができなかったので痩せ細り、声だけの存在になってしまう。 エコーをあわれんだ女神ネメシスは、池に映った自らの姿に浸水している、ナルキスソスを水仙の花にしたという。多年草で、冬から春にかけて白や木の花を咲かせるものが多い。草丈は、品種、環境によるが、15から50センチメートル程度である。全体に有毒。地下に林形があり、茎は、黒い外皮に包まれた林形の内部にある。 そのため切断しない限り人の目に触れることはない。洋診は若干厚みがあり扁平で、やや幅広く細長い線形で、艶消しのような表面をしている。開花期は12月から翌年5月頃の間。葉の間から蕾をつけた花形が伸び、伸びきると蕾が横向きになり、成熟すると蕾を覆っていた包みを破って、花が開く。典型的な水仙の花の場合、 死髄は1本、有髄は6本。6枚に分かれた花びらと、中心に筒状の花びらを持つが、6枚に分かれている花びらのうち、外側3枚は額であり、内側3枚のみが花びらである。2つを合わせて可比片といい、それ以外に、中心にある筒状の部分は副花間という。可比片、副花間の形状と花の付き方により、品種を区分する。花は、 家系の先端に数個、山上につき、良い方向がある。ナルキッソスバルボーコディアムバルボーコディアム原種の一つ、原産地は主に、スペイン、ポルトガルを中心に、北、アフリカまでの地中海沿岸地域、アジア中部まで広がり、原種は30種類ほど知られている。また、園芸用に、品種改良されたものが広く栽培されている。日本においては、日本随戦が古くに、 中国を経由してト来したと言われている。分布は、本州の関東伊勢の比較的暖かい、海岸近くの湿り気のある場所で野生化し、群生が見られる。越前海岸の群落が有名であり、福井県の県下ともなっている。日本においては、火器のものが有名である。有毒植物で、毒成分は、リコリンやカゼチン、ガランタミンのアルカロイド類と、中酸カルシウム、 前奏が有毒で、隣形に特に毒成分が多い。水仙の致死量はマウスで 10.7g、kg である。食中毒症状と接触性皮膚炎症状を起こす。中毒は初期に強い嘔吐があり、摂取物の大半が吐き出されるため症状が重篤に至ることは稀であるが、隣形を浅ぎと間違えて食べ死亡した例がある。葉が、ニラととてもよく似ており、 家庭菜園でニラを栽培すると同時に干渉用として本種を栽培した場合などに間違えて食べ中毒症状を起こすという事件が時々報告、報道される。厚生労働省によると2008年から2017年に起きた有毒植物による食中毒188件のうち最多は水仙だった。ニラとの大きな違いは次の通りである。 水仙は有毒植物であるが、含まれている成分リコリンは、食中毒などの時に吐かせる土剤でもあり、誤って飲食すれば、吐き下しが起こって苦しむ。これを人工的に水素化して、ヒドロリコリンにすると、アメーバセキリの薬として役立つとされる。民間療法で、乳仙炎、乳房炎、咳が出る時の腫れに、リン形を掘り上げて黒化試食の外皮を除き、白い部分をすりおろして、 ガーゼに包んで、外用薬として患部に当てておくと、消炎や賃害に役立つと言われている。体にむくみがあるときも、同様に足裏の土踏まずに、レーシップすると方法が知られている。原種は、壁が細くねじれており、それを平たい花びらにするのに50年ほどかかった。その後、八重咲などの花用の品種改良、及び、 白と黄色以外の色を出すための品種改良がなされ、副日間が赤、ピンクのものが加わった。品種改良の中心地は、栽培に気候が適しているイギリスが草分けである。現在では、オランダ、日本がそれに続いている。チューリップやヒアシンスなどと同様に典型的な球根植物。市販の球根を買って、花壇や鉢に植えて育てる。 一定の寒さに当たらないと開花しない性質を有する。晩秋に球根が市場に出回るので、それを植えて育てる。日本水泉だと初春には開花するが、西洋水泉は4月頃に開花する。春先には開花株が出回り、それを鑑賞することもできる。開花後は、葉と茎が枯れるまで切らずに置いておくと、球根が太る。チューリップと異なり、子株が育っても親株も残る。 皮脂植物である以上、結果し、種でも増えるが、開花までには数年かかるため、育種を目的とする場合を除けば、一般には行われない。球根を分給させて増やす。水仙は、日本の気候と相性が良いので、植え話でも勝手に増える。球根が細分化するばかりで、開花しない場合は、土壌の地素型か、植え付けが浅すぎることが原因である。夏場は、 地表面を別の植物で覆うと、温度が上がりすぎず、地中の球根に適した環境を維持できる。水仙門ラッパ水仙は、ウェールズの国章であり、ウェールズでは3月1日の聖デービッドの日に、ラッパ水仙か利益を身につける習慣がある。ウィリアム・ワーズワースは、I Wander d l o n l y as A Cloud という著名なしを、また、EE Cumming's は、in エイタイム・オブ・ダファデルスという詩をそれぞれ残している。欧米では、水仙は希望の象徴であり、ん患者をサポートする団体の多くで、春の訪れと共に咲く、この水仙が希望のシンボルとして、募金活動のキャンペーンに用いられている。ここでは、西洋推水仙の可用の説明をする、水仙に関するカテゴリー、ありがとうございます。